ラモラック教は、アーサー王伝説に登場する円卓の騎士の一人、ベリノア王の息子であり、兄弟に、トー教、アグロバル教、パーシバル教がいる。マロリー版では、非常に武勇に優れた人物であり、第一の騎士ランスロット教、第二の騎士トリスタン教に次ぐ、第三の騎士とされる。初期は、トリスタン教とは仲が悪かった。というのも、アルヤリ試合の際、 すでに何十人もの相手と戦い疲労していたラモラック教と戦うのは騎士道に反すると考えたトリスタン教がラモラック教との対戦を拒否したためである。これを自身に対する侮辱と考えたラモラック教はトリスタン教の愛するイゾルデ王妃の不定を暴くため不定をしている者が飲むと飲み物がこぼれる魔法の酒好きをアイルランドに送りつけトリスタン教の怒りに触れる。しかし、 トリスタン教と戦ううちに、お互いの武芸に感心し、インゴは、友人となる。なお、またやり試合で既でに疲労していたラモラック教と、戦うのを拒否した、ランスロット教とも同様の異かいを起こしているが、和解後は、友人となっている。また、ラモラック教は、モルゴースとの恋愛でも知られる。一度など、グイネビア王妃とモルゴースのどちらが美しいかで、メレアガンス教と決闘に及んでいる。 これを仲裁に来たはずのランスロット卿も争いの原因を知ると、ランスロット卿もグイネビア王妃の方が美しいと主張して、ラモラック卿に決闘を挑んでしまう。結局、この争いはプリオベス卿が自分の愛する貴婦人が一番美しいと思うのが当然でありどちらの発言も正しく争うべきではない。仲直りしてほしいとの仲裁を受けたことで場は収まった。ただ、 ラモラック教が、モルゴースと関係を持つことに対し、モルゴースの子である、ガヘリス教たちは不快と感じていた。ラモラック教は、ロット王を殺したペリノア王の息子だったからである。ロット王は、モルゴースの夫であり、ガヘリス教、ガウェイン教にとっては父である。ついにガヘリス教は二人が同勤中に押し入り、モルゴースを殺害してしまう。この時、 武装していなかったラモラック教を殺すのは、騎士道にもとるということで、ラモラック教は殺されずに済んだが、ガウェイン卿らとラモラック教の対立は深刻化し、キャメロットを後にした。しかしある時、サールースで行われた槍試合に出場したことで、ラモラック教は命を散らすこととなる。その大会では、パラメデス卿が活躍しており、彼にかなう騎士がいないことを、 アーサー王が嘆いていると聞き、ガウェイン教らに殺されるのを覚悟の上で王のために、はせ参じたのだった。大会に優勝し去っていく彼を、ガウェイン教、アグラベイン教、ガヘリス教、モルドレッド教の4人は襲撃する。やり試合直後で披露していたこと、4対1と不利な戦いであったこともあって、3時間にも及ぶ戦いの末に、ついにラモラック教は、 ガウェイン卿の一撃を背中に受け、殺されてしまうのだった。ありがとうございます。